キッチンです。いつも見てくださりありがとうございます。今日はテレビボードの収納や配線なんかの紹介をしたいと思います。前回食器棚の収納を見ていただいた方はわかると思うのですが、一緒にテレビボードも購入しました。もしかしたら参考になれればいいのかなと思い撮影をしました。収納というほど物がないのですが、配線なんか困っている方がいたらこんなやり方もあるんだっていう程度で見ていただけると嬉しいです。はい、でまずはテレビは65インチです。テレビの前にはサウンドバーを置いているので、奥行きがあるテレビボードを探しました。奥行きがあるテレビボードっていうのはなかなかなくって、その中でもニトリが一番奥行きがあったのでこちらを選びました。ではではまずは配線から紹介したいと思います。はい、でテレビの裏を見ると配線はこんな感じにしています。このAmazonで購入したんですけど、配線カバーケーブル収納っていうので調べて出てきました。でこちらは防水素材で調節できるものになっています。ここの部分がジッパーになっているので、配線をまとめて収納できるっていうものです。でこちらを今回8本使ったかな、でまとめています。で長さがあるんですけど、好きな長さに連結することができるようになっています。こんな感じにここが連結できるようになっています。でここはフックがあるんですけど、フックをつけて重たいので引っ掛けています。どうしてもね、床にホコリがたまりやすいので、なるべく床につかないようにフックで持ち上げている感じですね。ここもね、線が HDMI の線とかスイッチの線とかが来ていて、こんな風にまとめてこのジッパーのケースに入れています。全体的に見るとほぼこのジッパーのケースに入れています。でこの真ん中の部分に電源タップを全部ここに入れてるんですけど、そちらの方がこの IKEA のタップケースの中に全部電源タップとかコンセントを入れています。この中に電源タップとか電源とかを全て入れています。なのでこうやって見た分にはすっきりしてるかなと思います。コンセント系は全部この IKEA のタップケースの中に入れちゃっています。テレビの裏には貼って剥がせるフックにクイックルワイパー、ハンディモップをねかけてホコリをすぐ取れるようにしています。なるべく床にホコリがつかないように浮かせる感じに配線カバーをつけているという感じですね。前はワイヤーネットでね、線をぐるぐる巻きにしてマステとかね結束バンドで固定してたんですけど、火災の原因になると聞いたのでカバーの方がいいのかなと思います。次に収納する場所は9箇所あります。まずはこの真ん中の部分ですね。真ん中部分は本来はデコーラーとか置く場所なんですけど、使っていないので今回は処分しました。なのでここは今飾り棚という感じで置いています。あと奥にさっき言った通り IKEA のタップケースを置いています。開けてみるとこんな感じで、これはニトリで買ったんですけど、ポプリとか、あとは100均とかで売っているプルメリアとか、観葉植物、フェイクグリーンですね。あと上にもフェイクグリーンとかを飾っています。真ん中はこんな感じに飾りだな。クリスマスツリーの準備をするには、まだちょっと少しかもしれませんね。びっくりしたわ。真ん中はこんな感じに飾り棚として使っています。じゃ
ゃあ次は左側の扉を紹介したいと思います。暗くてちょっと見づらいんですけど、まあ、スイッチを置いています。あとはスイッチの充電器とか、で下にはスイッチを外に持ち運べるようなパックが奥に入っていて、手前にはコントローラーを置いています。ここの引き出しを紹介します。旦那さんと私のイヤホンが入っていて、ここはジョイコンの充電器のグリップですねを入れています。これは何の線だろう、何の線か分かんないけど線が入っています。であとはここをちょっとサッサッサッって拭けるようなマイクロファイバーのタオルを入れています。でこの中にはこれはポケモン GO で使うやつですね、ゲームで使うモンスターボールを入れています。あとはケーブルをフリーザーバッグにまとめて入れています。ここはねこんな感じです。で次下、下は DVD コーナーですね。 DVD がこの100均のダイソーかなで買ったケースの中に入れています。まあ今はレコーダー捨てちゃったので、パソコンで見たりとか車で見るように持ち運べるようにね入れています。で次真ん中の横、右側を紹介します。ここも真っ黒なケースばっかりで見づらいと思うんですけど、ビデオカメラとか、これもカメラが入っています。奥にはデジカメを私のと主人の独身の頃から持っているものを使ってないんですけどね、入れています。あとはこの中にも、まあ、ビデオとかの機材も入っているんですけど、モバイルバッテリーがここには入っています。あとはこれは主人のなんですけど GoPro が入っています。こんな感じにこれもダイソーだったかな、ケースに入れています。あとは、これの充電器とかビデオコーナー、カメラコーナーって感じに入れちゃっています。でその下、ここは、カメラの足、三脚ですね。で、これもカメラの三脚が入ってるんですけど、こういうものだったりとか、あとは携帯のものね。携帯をこれで、セルカ棒みたいなやつ。お、あんまり使わないんで、まあ、バッグに入れてるんですけど、まあ、出かけた時使う時はね、このまま持っていけるようにすると思います。あとこれも100均で買った、まあ、ポーチの中にそのカメラの充電器のコード、あとは携帯の充電器とかコード系をねここにまとめて入れています。ここにはこれも使ってないんですけどデジカメの SD カードを入れてたりとか、あとは充電電池を入れています。とその充電電池の充電するやつですね。これはセリアのストレージケースかなに入れています。でこの中にはちょっとさっきより大きめのケースには今は使ってないんですけど使うであろう家中の電気のリモコンをここにまとめています。はい、でここはねこんな感じに入れちゃっています。今度最後の扉です。ここはゲームを入れています。でここには私のピアスをダイソーのケースの中に入れています。
な感じですね。ここにあるとね、すぐ取り出しやすいなと思って、私はね、ここに入れちゃっています。最後、テレビの上に、このダイソーの多分、ネックレスとか入れるやつだと思うんですけど、ここにエアコンとサウンドバーのリモコンを置いています。何を入れたらいいかわからなくって、まあ、ほぼ収納がないに等しいんですけど、こんな感じに収納をしています。参考になるかわからないと思うんですけど、まあ、参考になれば嬉しいです。もしこの動画が良ければ、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。また次回のハローキッチンでお会いしましょう。グッバイ。